はい。それでは、理解して使う RNA ベロシティ解析ツールの実践編を始めたいと思います。私は理化学研究所で、辻崎さんと同じバイオインフォマティクス研究開発チームに所属しております、吉村美香と申します。専門技術員というポジションで働いておりまして、主に、研究ではなく、ラボと共同研究を行う相手先のデータの解析を担当しております。その他、筑波大の尾崎さんとの共同プロジェクトで、我々のチームで開発しましたフルイングスケア RNA セックである、ラムダセックの QC 定量ワークフローの開発なども行っております。本日は、貴重な機会をいただきましてありがとうございます。はい。本日は実践編として、現在、ベロシティ解析で標準的なパイプラインと想定されます、ベロサイトと SC ベロを組み合わせた解析を行ってみたいと思います。公開データセットを用いまして、Jupyter ノートブック上で実行した結果を見ながら、コマンドや関数の使い方を説明していきます。一つ目のデータは、スマートセック2を使用してシーケンスされた発生初期マウスサンプルで、副腎髄質の神経内分泌細胞、クロマフィン細胞の分化過程が含まれているデータセットです。こちらは2017年の論文で発表されたデータで、ベロサイト論文で、解析例として、フィギュアで使われています。今回はベロサイトではなく SC ベロで解析を行います。二つ目は、テイクスクラミウムで解析されました人の血球データで、これは、解析チュートリアルで使われてきたものを持ってきました。で、この解析チュートリアルでは SC ベロを使用した例もありますので、正解データとして参考にしています。で、解析は、このように白血球とか好中球とか混ざった細胞集団の中から好中球サンプルを抽出して使用します。ざっくりと大まかな流れとしましては、まずベロサイトコマンドを使って、スプライスとアンスプライスと曖昧に分類して分けてカウントする、ルームファイルというものを作成します。次に SC ベロでそのルームファイルを読み込み、辻崎さんのスライドでも言及されていました、この3つのモデルを用いて、ベロシティ推定を行います。ちなみに、コードを作成する際には、以下のページを参考にしました。特に、SC ベロのチュートリアルを和訳して公開してくださっている、中戸先生の研究室のページは非常に、普段からお世話になっておりますので、この場を借りて感謝申し上げます。はい。すいません。解析を行う前に使用するサンプルデータセットについてもう少し、詳細を説明したいと思います。こちらスマートセックスデータでクロマフィン細胞の分化過程なんですけれども、この A の図は、手腕細胞前駆体 SCP から、ブリッジ細胞を経て、緑のクロマフィン細胞の順番に PCA プロット上に並んでいる様子を示しています。紫の細胞は交感神経芽細胞クラスターで、クロマフィンとは別の系譜になっています。B は、マーカー遺伝子の発現と、ソーズと、残差を、計算してプロットした図になります。セルフィン2というのはおそらく、SCP のマーカー遺伝子になるんですけれども、このソーズを見ますと、アーモンド状の想像の中で、SCP で発現が促進され、ブリッジ細胞で発現が抑制されるというふうになっています。一方、CHGA は、クロマフィン細胞のマーカーと思われますが、こちらも想像を見ますと、ブリッジ細胞で発現促進され、クロマフィン細胞では定常状態に移行しているように見えます。左の発現量とは、ソーズというものは感覚的にはあまり一致しないものだということがここからわかるかと思います。で、このソーズから推定した残差はこちらに表したもので、これが各遺伝子のベロシティに相当すると考えてよいかと思います。はい。こちらの DHI は、ベロサイトを用いて推定されたベロシティを、埋め込んだ結果になっていて、
D は PCA で、H と I は TSMC を使用しています。で、このベルシティベクトの全体の傾向を見ますと、青の SCP からブリッジ細胞、緑のクロマフィン細胞に向けての大きな流れができており、毎知識としてある、SCP の細胞の多くがクロマフィン細胞に、分化するという過程が、ベロシティ上でも、予測できています。はい。次に、TX のデータについての説明になります。図を見ていただければわかる通り、好中球が、80%ぐらいを占める細胞集団で、この好中球集団は初期から成熟までの状態を含んでおり、サブクラスターを解析すると分化過程を見ることもできます。で、こちらに示すのが、10X の解析チュートリアルで実施された SCBEL の結果を UMAP に埋め込んだ図で、こちらを正解データとみなすと、クラスター4から2に向けて、好中球が成熟していく様子が、きれいに捉えられています。はい。今説明したものを正解として、見ていただければと思います。はい。それでは、事前準備の解析環境構築が割と大変だったので、念のため共有したいと思います。まず、ベロサイトなんですけれども、これは、自分はドッカイメージを用意しました。で、最新バージョンの0.17.17は、バイオコンテナーズにありますので、これをプルしてくれるだけで、使用できるかと思ったんですけれども、ちょっとスマートセック2データに対して実行しようとすると選んでしまいました。で、どうやらそのウェブサイトが依存するナンバーというパッケージに何か問題があるようで、イシューを見に行って、これのキャッシュディレクトリというものの権限を変更したコンテナを作成しなければなりませんでした。Docker ファイルはこのようになっています。はい。で、次に SCBEL の解析環境なんですけれども、SCBEL は Python 上で動きますので、Python が必要です。で、自分は、Jupyter ノートブック上で動かしたかったので、ノートブックの Docker イメージに SCBEL をインストールしました。なので、SCBEL 単独でいいというのであれば、こちらのバイオコンテナーズに、最新のイメージは用意されています。で、ここでもまたちょっとつまずいたんですけれども、最新バージョンの0.2.5を使用すると、TX データの解析中にエラーが発生してしまいまして、ちょっと解決は不可能だったので、0.2.4をここで明示的に指定してインストールしています。使用している Python のバージョンは3.10.8です。はい。では、ベロサイトで BAM ファイルからルームファイルを作成するという手順を示します。実際に実行すると、などの共有計算機で結構パワフルなマシンでも、一晩以上はかかりました。で、まず、スマートセック2データについては、BAM ファイルをダウンロードしてきて回答しますと、サンプルごとに BAM ファイルがバラバラに分かれたディレクトリが、できます。で、その他必要なものとしては、マウスのアノーテーション GTF と、口述する M オプションで指定するリピートマスカーの GTF です。こちらは UCSC テーブルブラウザから、ダウンロードできますが、特に M オプションがなくても実行できます。で、Docker を使用した実行コマンドはこのように、なっています。で、ここで出てくる RunSmartSeq2 というのは、SmartSeq2 タイプのデータのコマンドになります。具体的にはサンプルごとに、BAM ファイルが分かれているようなタイプのデータであれば、他の手法を使ってシーケンスしたものでも問題ないかと思います。はい。で、M オプションというのは、下流解析でノイズとなる可能性があるリピート領域をマスクするオプションです。で、E オプションはサンプル ID に相当します。で、すいません。ちょっと、アノテーションのゲノムのバージョンが異なっているのですが、これはミスで、できれば揃えた方がいいかなと思います。はい。次に 10X の、白血球解析データに対してもベルサイトを実行しました。TX データの場合は、アノテーション、専用のアノテーションが配布されていたので、それを使いました。
で、ここで、10X の解析データを全部ダウンロードしてきました。で、ベロサイトコマンドはこちらになって、先ほど、辻崎さんの話にも出ていた、ラン 10X というコマンドで、本来は簡単に、実行できるはずなんですけれども、ちょっとダウンロードしてきたデータが古かったみたいで、なんかバージョンが古いというエラーで実行することができませんでした。で、まあ、ベロサイトの一周などを見たら、ラン 10X ではなくて、まあ、普通にランを使って全部オプションを指定して、ルームファイルができるということなので、そうしました。はい、以上になります。で、ここまででようやくルームファイルができましたので、ここからは、SCBL の解析に入ります。あ、すいません。ちょっと、途中ですけども、ちょっと今、入力ファイルが気になったので、伺い。ラン 10X とラン。ラン 10X はセルレンジャーのディレクトリみたいなのをしているんですか？あ、そうですね。はい。で、ランは BAM ファイルだけで OK ですか？はい、そうですね。ラン 10X だと、まあ、その結果ディレクトリのフォーマットをもうベロサイトは知っている前提で、まあ、いろいろ、いちいちファイルを指定しなくても実行してくれるんだけれども、まあ、ランの場合は、ここまで指定しないといけないとか、あ、すいません。そういう認識でした。わかりました。GTF が2つあるのは何でしたっけ？一つ一つは、まあ、定量するための、フルのアノテーション GTF で、もう一つは、リピートマスカー GTF ですね。ああ、なるほど。ありがとうございます。特に、リピートマスカーなくても大丈夫です。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。では、SCBL の解析に入っていきたいと思います。津崎さんの説明にもあったので、ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、SCBL には決定論的モデル、確率論的モデル、動的モデルの3つから選択する仕組みになっています。今回、スマートセックスデータについては確率論的モデル、テイクスデータについては動的モデルを用いて詳細な解析を行いました。モデルの特徴について非常に簡単に説明しますと、まあ、決定論的モデルは、先ほど辻崎さんが詳細に説明されていた定常モデルで、まあ、スプライシングダイナミクスが定常状態に達していると仮定し、スプライシング率を1として線形回帰でフィットし、残差を調べたものです。確率論的モデルというのは、この決定論的モデルの改善版で、スプラッシングイベントを確率として扱い、時間的変化を支配する微分方程式で近似していると、SCBERO の資料にはありました。これによって計算時間は短いままで、決定論的モデルよりもより高い整合性が得られるようになったそうです。ちなみに SCBERO で何も指定しませんと、確率論的モデルが自動的に選ばれるようになっています。はい。三つ目の動的モデルは、まあ、繰り返しになりますが、スプラッシング動態の転写ダイナミクスを完全に学習するモデルで、反応速度パラメータや、潜在変数を EL アルゴリズムによって繰り返し推定します。まあ、各遺伝子の、スプライスとアンスプライストフェーズの軌跡を学習できると同時に、スプラッシングダイナミクスの時間的位置に相当する、潜在時間というものも遺伝子ごとに得られます。で、まあ、他のモデルと比較して計算時間は長いというトレードオフになっています。はい。それでは実際にコマンドを実行した結果を見ていきたいと思います。本当はちょっとノートブック上で実行していきたかったんですけれども、あまり慣れていないこともあって、すでに実行した結果を示します。まず必要な Python ライブラリをインポートします。すみません。ちょっとエラーが出ているんですけれども、解決することはできませんでした。はい。で、まずやっているのは表示設定の変更で、まあ、ログに表示する情報量だったり、まあ、フィギュアサイズなどの見た目の設定変更です。で、次に、ベロサイトで出力した、ルームファイルをインポートします。はい、で、ここでやってるのは、まあ、遺伝子名を1に
する関数です。で、読み込んだルームファイルに対してデータの前処理を行っていきます。やることとしては、遺伝子のフィルタリングに相当するハイリーバリアブルジーンの抽出、クラスタリング、UMAP の時限圧縮です。これらは事前に他のツールで解析して読み込んでも大丈夫で、10X ではその方法を使います。まず、PP フィルター&ノーマライズという関数を実行します。これには、以下の4つの処理が行われます。細胞数またはカウント数に基づくフィルタリングと、全遺伝子についてトータルカウントを用いた正規化。で、ハイリーバリアブルジーンの抽出、自然対数での、データ行列の対数化です。はい。で、ここでは、1万遺伝子を選択しました。はい。で、次に PP モーメントという関数を実行しますが、これが先ほど KNN グラフに言及されていたところで、PCA 空間上の近傍グラフから、各細胞の1次、2次のモーメントを計算します。はい。で、これを用いてスプライス、KNN グラフから、スプライス、アンスプライスカウント行列が平滑化されます。で、瀬崎さんの言っていた K はこのパラメータになります。ここではデフォルトを設定しています。次に TL-Lumen という関数で、Lumen アルゴリズムというものを用いてクラスタリングを行います。そうしますと、オブジェクトにクラスタリングの情報ができます。で、ここまで来たら、TLUMAP で UMAP を実行して、PLUMAP で、クラスター情報を反映します。はい。で、その結果、2番から3番にかけて広がる大きなクラスターと、そこから外れる4番という、形になっています。通常はここでセルタイプマーカーなどを利用して、各クラスターのセルタイピングを行うクラスター解析が必要になってくるかと思うんですけれども、今回は時間の関係上、省略します。で、ベロサイト論文の、プロットと対比させて、セロタイプは、以下のように、対比になると推測されました。この緑の2番が SCP で、015がブリッジ細胞で、3番がクロマフィン細胞、で4番が交感神経芽細胞です。でクラスター情報ができましたので、先ほども出てきた、スプライスとアンスプライスの割合表示を、PL プロポーションという関数で実行できます。はい。では、まず決定論的モデルでのベロシティ推定と、低次元読み込みを行います。ここまで構築してきたオブジェクトを入力として、モデルを、決定論的モデルを指定して、TL ベロシティを実行します。はい、で続いて、TL ベロシティグラフを使って、細胞間の発現変化量とベロシティから、遷移確率行列を生成します。具体的に何をやっているかというと、2つのベクトル間のコサイン類似度を計算して、指数カーネルを用いて、遷移確率行列に変換されます。はい。で、それを次元圧縮後の低次元空間に投影するステップが、ベロシティエンベッティングストリームです。で、こちらで、推定されたベロシティにより細胞のダイナミクスの時間的変化が予測されます。で、この関数はストリームライン式で、示しています。これを見ますと、2番から3番に向けて、矢印が向いていて、一部は4番に向いている結果になりました。で、このベロシティエンベッティングという関数は、細胞ごとにベクトルを表示する関数になります。ここでも2番から3番に向けてベクトルが向いているのがわかります。で次に、ベロシティコンフィデンスという関数を用いて、ベロシティレングスとコンフィデンスを可視化してみます。ベロシティレングスというのは、定常状態からの逸脱度合いで、大きいほど発現促進か抑制方向に触れていると考えられるんですが、
まあ、全体の傾向として、大体ウェロシティ推定がうまくいっていると、まあ、綺麗な傾向が見えることが多いように、な印象です。なので、まあ、これが、まだらに高い細胞、低い細胞が混じり合っていますと、あまりベロシティがうまく推定されていない可能性が高いと、みなしています。で、コンフィデンスについては、ベロシティベクトルが隣接するベロシティとどのように相関するかを示す信頼性の尺度です。これらは数値で表示することもできます。これまでの、決定論的モデルの結果については、ベクトルの方向は、SCP からクロマフィン細胞に向けて、きれいに予測できているのですが、ベロシティレングスで少し気になるのが、SCP ではなくて、ブリッジ細胞の5番で、高くなっており、全体的に、まあ、あまり大きな流れというものは見えなくなっています。で、まあ、これが正しいのかもしれないし、まあ、ベロシティ推定があまりうまくいっていない可能性も考えられます。まあ、ひとまず、確率論的モデルの、ベロシティ推定に移りたいと思います。先ほどのと全く同じ関数で、モードだけ変えて実行します。で、推定したベロシティから、遷移確率行列を計算して、Umap への埋め込みを行った結果が、こちらになります。モデルを変えただけなのですが、この、SCP クラスターのベロシティの向きが、3番とは逆の向きを、向くようになりました。で、液体棒のベクトルで見てみても、よくわかります。で、ベロシティレングスを表示してみますと、まあ、1番、SCP ブリッジ細胞で低く、ブリッジ細胞の後期から、クロマフィン細胞にかけて上がってきており、全体としては一貫性のあるプロットになっています。数値がこちらになります。これもちょっと個人的な主観かもしれないんですけれども、異文化の細胞クラスターでは、ベロシティのベクトルの向きが分化方向と異なったり、まあ、あるいはベロシティレングスがバラバラになったりっていうことは、たびたび見たことがあり、ちょっと、やはりこれだけでどちらが正しいかという判断は、難しいかと思います。なので、詳細な解析は確率論的モデルの結果を用いて、進めました。ここからは、推定されたベロシティの解釈に有用な遺伝子を、同定していきます。このランクベロシティジーンズという関数は、クラスター特異的なベロシティを持つ遺伝子について、他と比較して優位な遺伝子を検定し、クラスターごとにランキングで出力します。結果、クラスターごとに上位5位の遺伝子が表示され、その総数を、プロットしたのがこちらになります。色は見にくいのですが、それぞれの遺伝子が、ランキングが属するクラスターの、方で、発現促進の傾向が強いということがわかります。これらをどのように解釈するかについてですが、クラスターごとのベロシティの特徴を強く表す象徴的な遺伝子リストとして、捉えられるかと思います。で、任意の遺伝子については、この総数の他に、ベロシティレングスや、発現量をプロットすることもできます。で、次に、こちらがベロシティシュードタイムというプロットになるんですけれども、こちらは、ルート細胞を暗黙的に推定し、グラフ上のランダム往復に基づいて、各細胞までの距離測定を行った結果です。その結果、SCP からブリッジ細胞を、クロマフィン細胞に向かって分化していく過程が、再現できました。最後のプロットになるんですけれども、これはパガーベロシティグラフというプロットです。パガーというのは主に、トラジェクトリー解析で用いられている有名な手法で、2つのクラスタ間の接続性に対応した、重み付きエッジを用いてデータのトポロジーをグラフ化したようなマップを、出力します。SC ベロではパガーを RNA ベロシティ用に拡張した関数を持っていまして、
TL パワーを実行しますと、クラスタ間で信頼性の高い遷移が計算され、UMAP 上に有効グラフが埋め込まれます。その結果、この5番のブリッジ細胞から、3番のクロマフィン細胞まで信頼性の高い遷移が組織化されました。ただ、2番の手腕細胞前駆体から、ブリッジ細胞への遷移の信頼性は低い結果となりました。やはり、決定論的モデルと確率論的モデルで、この2番のベクトルフィールドの傾向が大きく異なっていたことからも、まあ、リーズナブルな結果かなと、考えられます。スマートセック2データの解析のまとめになります。決定論的モデルと確率論的モデルの2種類でベロシティ推定を行いましたが、まあ、どちらもブリッジ細胞からクロマフィン細胞への、結果は同じような埋め込み結果になったんですけれども、SCP、手腕細胞前駆体の結果は一致せず、遷移の信頼性も低いということ、結果になりました。まあ、これは、他のクラスタに比べて、手腕細胞前駆体のベロシティは推定しにくい可能性もあります。まあ、もともとベルサイト論文での TSNE を見ても、まあ、あまりそのベクトルの方向や、長さは揃っておらず、まあ、そのようなクラスタであったという可能性が高いです。なので、まあ、間違いということではなくて、まあ、ベロシティというのはあくまで、スプライシングダイナミクスに基づく細胞の未来の状態予想であり、分化系譜と必ずしもきれいに一致するとは限らないということで、注意が必要かなと思います。はい。すいません。それでは、次に 10X データの解析に移りたいと思います。先ほども説明した通り、10X データのチュートリアルで、使用されているデータセットになります。スマートセックスの解析の時と違うことは、あらかじめその 10X が提供するループブラウザというもので、解析をしておいて、その結果を SCBL で読み込むというやり方をとっています。また、ここで動的モデルが出てくるんですけれども、そこで登場する指標について、ちょっと説明しておきたいと思います。遺伝子の潜在時間というものは、動的モデルによって推定されるのですが、そこから細胞ごとに共有潜在時間というものも、同時に計算されます。こちらは遺伝子ごとの潜在時間を結合して、多数決によって、決定される指標です。こちらは SC ベロの論文のサプリから取ってきたんですけれども、細胞の共有潜在時間というものは、実時間と高い相関を示し、シュードタイムとは相関しないとあります。なので、この潜在時間とシュードタイムというものは、まあ、別の指標であることということに、注意する必要があるかと思います。また、後でドライバー遺伝子というものも出てくるんですけれども、まあ、これは動的モデルで、高い誘導を示す遺伝子であり、まあ、そういった遺伝子はスプラッシングダイナミクスの挙動が推定ベロシティに強く寄与していると考えられます。はい。それでは解析をまた始めていきたいと思います。ライブラリの読み込みと表示設定は先ほどと同じです。入力データのインポートになります。こちらは、ループブラウザで解析された発現マトリクスを、スキャンピーという Python パッケージの read10xmtx という関数で読み込みます。同じ出力ディレクトリから、次に好中球のクラスター情報を読み込み、好中球のバーコードを抽出しておきます。クラスター情報の中身はこのようになっております。次に、UMAP 座標を読み込みます。ここで先ほど抽出した好中球のバーコードで、好中球だけの座標に絞り込んで、ナンパイオブジェクトに変換します。で、先ほど読み込んだ発現マトリクスも、同じように好中球だけを抽出し、このオブジェクトに対してクラスター情報と UMAP 座標を追加します。で、最後にベロサイトで計算したルームファイルを読み込んで、SCBL の utils merge という関数で、マージを行います。で、作成したオブジェクトから UMAP を表示しますと、このようになっており、
まあ、チュートリアルで引用した画像と同じプロットを再現することができました。で、クラスターごとのアンスプライスとアンスプライスの割合はこのようになっていて、まあ、先ほどと違って、クラスター4がスプライスとの割合が多いです。はい。データ前処理については、先ほどのスマートセック2と同じですので、飛ばします。では、まず決定論的モデルから、実行していきます。まあ、手順としては同じなので、UMAP のプロットの読み込みを見てみたいのですが、若干このクラスター1から5にかけてのベクトルの方向がバラバラで、一貫した流れになっていないという結果になりました。で、1細胞での表示もこのようになっています。はい。で、ベロシティレングスを見ると、先ほどまだらだとあまりうまくいっていないというように言ったんですけども、まあ、このような感じで、全然全体としての傾向がわからない結果になっています。はい。で、じゃあ一方で確率論的モデルを使ったらどうかということでやってみたんですけれども、やはりクラスター1が、ベロシティの向きがぐちゃぐちゃになっているのは変わらず、はい。で、1細胞のベクトル。で、ベロシティレングスも、やはり先ほどの決定論的モデルとはあまり変わっていません。はい。で、こちらはベロシティ周動タイムプロットなのですが、クラスター4が最も周動タイムが低いというところはおそらく合っているんですけれども、他は全然実際の分化系譜を、再現できていないということで、まあ、これまでの結果をまとめると、決定論的モデルも確率論的モデルも、まあ、10X のデータではあまり分化系譜を、分化過程の傾向をうまく推定しできていないと考えられます。はい。それではここから動的モデルで、ベロシティ推定を行っていきたいと思います。動的モデルを、実行する場合は、同じようなフィルターのノーマライズと PP モーメントを実行した後、動的モデル専用の関数をいくつか実行する必要があります。具体的に各関数が何をしているかというと、リカバーダイナミクスで、EL アルゴリズムによるパラメータ推定を行い、TL ベロシティでベロシティ推定、ベロシティグラフで遷移確率行列の生成。で、リカバーラテンドタイムで、先ほど出てきた共有潜在時間を計算しています。では、動的モデルで推定したベロシティを、UMAP に埋め込んでみます。これは、チュートリアルで得られた結果と、ほぼ同じ、プロットが得られました。はい。1細胞ごとのベクトルの表示を見てみても、クラスター4からクラスター2に向かう流れがきれいに推定できています。そして、共有潜在時間とベクトルを UMAP に反映した結果になります。これも、クラスター4から2に向けてきれいにグラデーションが見えています。この共有潜在時間をバイオリンプロットで表示した結果で、こちらは小さい方から順番に並べたものなんですけれども、まあ、UMAP の位置関係がバイオリンプロットでも再現できています。はい。次に、こちらは、まあ、基地の発現変動遺伝子リスト。好中球の生殖期までに、発現変動が見られるマーカー遺伝子を使用して、共有潜在時間で相当したヒートマップになります。まあ、それぞれのマーカーが、この紫から緑に向かう潜在時間が進むに従って、特定のクラスターで高発現傾向を示していることがわかります。はい。続いて、こちらは、誘導の高い遺伝子、ドライバー遺伝子の上位100個を同じようにヒートマップで表示した結果になります。はい。実際にその全体の上位5遺伝子を、出力してみますと、まあ、だいたい綺麗なアーモンド状を描いていることがわかります。下は、潜在時間で相当したプロットです。
こちらのドライバー遺伝子は、クラスターごとに上位何個、任意の数を出力することもできます。以上が、10X データのベロシティ解析の、結果になります。で、まとめますと、3つのモデルでベロシティ推定を行いましたが、ベロシティ埋め込み結果から見ると、動的モデルは最も、チュートリアルの正解データと近いという結果になりました。で、また、動的モデルの結果から共有潜在時間、ドライバー遺伝子などを、抽出しました。実践は以上になるんですけれども、全体のまとめで、ベロシティ解析を実施する際のポイントで、まあ、個人的に、感じたことをまとめてあります。まあ、まず、ベロサイトと SCV の実行環境の整備には時間がかかる場合があるっていうので、まあ、今回の環境準備で予想以上にいろいろ問題が発生したというだけなんですけれども、まあ、何を踏むかというのは解析環境や解析データにも依存するので、まあ、やってみないとわからないということだと思います。まあ、もちろんスムーズに行く場合もあるかと思います。で、もう一つは、クラスタリングや UMAP の次元圧縮は事前に実行しておいた方がいいかと思います。もちろん SC ベロ上で完結させることも可能なのですが、まあ、スナーなど、自分が使い慣れたツールがあれば、それで実施しておくことをお勧めします。例えば、ハイリーバリアブル G の選択とかは、結構結果に影響するんですけれども、SC ベロ上だけでは何も情報がない状態で決めないといけなくて、で、例えば、スーラですと、選んだ、遺伝子の平均分散の分布を確認しながら、数値を決められたりしますので、まあ、そういった意味でも、他のツールでやっておくという方が、やりやすいかと思います。で、同じ理由で、クラスタリングの調整もありますし、あと、まあ、ベロシティ埋め込みには、低次元空間上の座標をもとに計算されるために、まあ、良い UMAP プロットを、できるだけ、事前に作っておいた方が、いい結果が得られやすいと思います。で、露崎さんが補足してくださったんですが、スーラーのオブジェクトを使う場合は、一回 Python の、アンデータというものに変換するステップが必要だということです。最後に、プロジェクトリ解析手法なので、他の知見を得ておくことも、強くお勧めします。これは、選択するモデルによって推定されるベロシティ結果は、ご覧いただいた通り結構異なってきまして、ベロシティ、SC ベロでは、決定論的モデルの使用は推奨されていないんですけれども、確率論的モデルと動的モデルのどちらが良いかは、データによります。もちろん、その動的モデルよりも確率論的モデルの方が、まあ、実際の正解の系譜と一致するということもあり得ます。なので、良い悪いの判定が、ベロシティだけだと難しく、どうしても事前知識に頼ることになるし、まあ、そういったものが不十分な場合は、別のアルゴリズムで文化の過程を可視化する手法を、合わせて実施しておいた方がいいと思います。まあ、例えば、ルート細胞がどのクラスターにいるかなど、有用な情報が得られる。と、考えます。まあ、それに関連して、まあ、そういった文化過程の推定手法でよく使われるシュードタイムと、まあ、SC ベロの動的モデルで使っている潜在時間というものは、基本的には違う指標であるということは、解釈の時に、念頭に置いておいた方がいいかと思います。はい、以上が実践編になります。ありがとうございます。では、ここまでのところで一度ご質問を取りたいと思うんですけども、何かございますでしょうか。まあ、チャットでも、挙手していただいて、話していただいても、どちらでも大丈夫です。あ、はい。あ、2名いらっしゃいます。何とお読みしたらいいんですか。いや、あ、いや、あ、京都府立医大の八尾です。どうもありがとうごいらっざしゃいいます。ました。ありがとうございます。ちょっと、モデルによって結果が一致しないっていうような話があって、で、はい。
先ほど露崎先生のお話の時にも、そのプラットフォーム間の違いっていう話が出てたんですけども、はい。今の場合、イントロンのシーケンスをどうやって検出できるかが非常に重要になってくると思うんですね。で、はい、スマートチェック2の場合は、ダブルストランド作った後に、断片化するところをタグメンテーションで入れてるんですけども、NX ジェノミクスの場合は、制限酵素のカクテルで、やって、サンダーシュタン、まあ、ポリエガーから一定の平均差長のところまで、はい、規格化したやつをシーケンスしてるっていうことがあるので、検出してる、はい、イントロの位置っていう中身が、ちょっと違うと思うんですよね。はい。そういうのが、もう、単にモデルによる違いっていうだけじゃなくて、ちょっと効いてきてるのかなっていう、はい、そんな、ことを考えたんですが、いかがでしょうか。はい。そうですね。私も普段、使用しているのが、フルレングス系の、イントロンの、カウントも、きちんと得られる手法で、実はちょっと 10X のデータで、ベロシティを推定したのは、これが初めてだったんですけれども、そうですね。確かに、そういった観点で、まあ、同じオプションでベロシティを比較して、変わるとは思いますので、はい、ちょっと、もしかして、その、検証論文などでも、そういったことに触れている論文があるかもしれませんので、ちょっと探してみたいと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、松本先生、お願いします。ちょっと見逃したかもしれないんですけど、はい、これ細胞方向のフィルタリング、あるいはミトコンドリアとかの割合のやつっていうのは、はい、どこかに別の段階でやってるんでしょうか。すいません。SC ベロ上での細胞方向のフィルタリングは、確か、すいません。フィルターノーマライズ関数であったと、他のオプションであったような気もするんですけれども、すいません。ちょっと後で調べておきます。はい。はい。露崎さん、じゃあ、お願いします。はい。ありがとうございます。はい。計算がうまくいっているのかっていうのを、検証したいってなったときに、はい。まあ、僕の方では、ドライバー遺伝子の想像を見て、ちゃんとこう、アーモンド状になっているのかっていうのとか、あと、U と S の比率を、まあ、棒グラフで見るとか、ってのは言ったんですけど、今回のこの話だと、ベロシティレングスとかコンフィデンス、っていうところがかなり、データの QC という、データの QC というか、まあ、計算がうまくいっているかの確認っていうところで結構、はい。使えそうだなっていうふうに思いましたっていう感想です。はい。ありがとうございます。コンフィデンスは高いとどういうことなんですか？まあ、種類のベロシティとよく相関しているというだけは、と思います。実は私はあまりコンテンスは、気にして見ていたことはなかったですね。なるほど。はい。どれぐらいクラスター内でベロシティが揃っているかというような指標という認識です。なるほど、なるほど。あとベクトルバオ時の、はい、ストリームで見せた時の、はい、矢印が、なんかフィッティングがうまくいってないと、なんかこう、細く、こう、ひょろひょろした感じになってた気がするんですけど、はい。そこら辺も参考になりますかね。
計算がうまくいってるか。うん。なんかそんな図があった気がするんですけど。あ、高校ね、とかやね。はい。はい、そうですね。確かに。あ、すみません。それはちょっと今まであまり意識してなかったんですが、確かに、うまくいってなさそうなところは細くなっていますね。なんかこれこっちのデータでも見るんですけど、はい、まあ、ちょっと自信なさげにこうひょろひょろした矢印になって、いや、あまり、なんか、場所場所によってこう一貫してないから、はい。この矢印が太くならないのかなって思ったので、なんかこのストリームラインの太さとかも、はい。参考になるのかなってちょっと思ったんですけど。あ、そうですね。確かに、うまくいっているストリームラインだと、めちゃくちゃ太くなっているので。こういう感じですよ。はい。それはあるかと思います。ありがとうございます。私からも一点よろしいですか。あ、はい。さっきの通訳さんの話と似てるんですけども、その、はい、まあ、解析うまくなってるかどうか、その想像を見て判断されるということで、はい、なんか、なんですかね、そのこういうひし形みたいなのをなんかフィットさせてるのかと思うんですけども、はい、なんか一部しか合ってないのとか、なんか全体的にこう、はまってるのとか、あ、もうちょっと多分下の図ですね。ドライバー遺伝子のところを見られてる。結果で。ああ、はい。そうですね。なんか、ここが、なんかこれ合ってるのか、なんか合ってないのかの判断が、なんか、はい、なんか合ってると言われたら合ってるけど、なんか合ってないと言われたら合ってないみたいな、こう、なんかこういう判断っていうのは、なんか、どうされるんでしょうか。とりあえず、まあ、上位で出てくるってるから、これはまあ、よく合ってるという判断なんでしょうか。そうです。まあ、この場合、まあ、あくまで、優度が高いっていうだけで上位にランキングされているので、例えば、これ、クラスターの境界が全く見えずにぐちゃぐちゃになって表示されているように見える遺伝子については、まあ、もしかしたら、想像上では、アンスプライスとスプライスドで見たときにうまくフィッティングできているけれども、実際のクラスターにその発言を反映してみたときに、結局あまり、よくわからないっていうことが過去には、確かあったような気がしますね。このように、クラスターごとにその、想像の特徴が出ていれば、まあ、はいはい、このクラスターで上がってきているんだな、この遺伝子はっていうふうに判断はつくんですけれども、この想図からやっぱり判断するのは難しくて、発言量を実際の UMAP に反映させてみて、判断っていうことが必要になってくるかなと、個人的な経験では思います。うん